具志堅ファミリーの時間ですよ。始まりました、具志堅ファミリーの時間ですよの時間です。今日のお相手はお父さんのてっちゃんです。そしてむっちゃんです。大学3年生三女のしおんです。はい、そしてしおんの妹の、高校3年生のほさなです。はい、今日はこの4人でお届けしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち具志堅ファミリー、毎週木曜日この時間担当しています。普段は紅型衣装を着て、演奏活動を行っているグループです。どうぞ最後までごゆっくりまったりとした時間を私たちと一緒に過ごしましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653、 938-934-8653、ハローコザと覚えてください。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。また FM コザのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんのツイートよろしくお願いします。はい、出だしから噛みまくりですけど、皆さん今日一日ねよろしくお願いします。一日じゃないか、1時間だね。はい、はい、ではよろしくお願いします。では早速1曲目、私たちの CD の中から、幸せさんという歌を紹介したいと思います。では聞いてください、幸せさん。
ヘビがこれになってる。はい、聞いていただきました。幸せさんでした。ありがとうございます。早速あのメッセージが届いていますので読みたいと思います。はい、早いね早いね早いちょっと早い、はい、突然だねまだ何も話してないよはい、まあでも紹介お願いします読んでいい？いいよ、はい、読みたいらしい、はい、ラジオネームガンダムファイター、ね、アリゴ・ガルスキース、こんばんは。具志堅ファミリーさん、フェイスブックで見ましたが、カリーごとがあったようですね。恥ずかしながら何女さんか分かりませんが、ご結婚されてましたよね。おめでとうございますと来てます。はい、ありがとうございます。あ、この、はい、このメールを真っ先に読みたかったんですね。読みたかったですね。まあでもこの話題から、まあ、ちょっとねつなげていきたいと思うんですけどね、私たちのあの兄弟の、今週1週間を振り返れますか。そうですね、長女が最近結婚しましたので、はい、またちょっとその話もしたいなと思っていますね。その前に言っていいかな、はい、その前に言いたいことが、はい、今まだ明るいです。明るいですね2月に入りました入りましたね、2月のあっという間で、はい、2月今日は、5日ですね。はい、2月5日、2月5日、6時を過ぎました。全国的に同じですね、時間。はい、同じです。もちろんですけど、はい、はい、そう、先週なぜかというと、この名古屋にいた時に夕方6時、真っ暗だ、沖縄ってまだ明るいよねっていう話で、うん、いや暗いでしょう、明るいでしょうの話でやったわけ。それで、今回答は
明るいです。明るいですね。明るいですよね。まだ日は落ちてません。いやでも最近、最近ちょっとだんだんね、暗くなるのが遅くなってきましたよね、うん、ね、もう夏に暖かい、春に、もう春に向かってるという。あれですか、寒い季節終わっちゃいますかね。あ、でももう暦の上では立春、春です。あら、暦の上ではもう春です。暦の上では春。でもね、今日寒かったんじゃん、うん、明日も寒い。はい、でまあその話から始まりの、はい、言いたいことは、はい、あのどうしたのスカイマークと言いたいです。まあ突然ですけどね。なぜそれ言ったかというと、はい、あとあとちょっと結婚までいくからね、この話はね。はい、そうですね。長女が結婚したということで、その式に参加するためにもう早々と、はい、もう2ヶ月前からね、飛行機、この2月1日が結婚式だったので、その日の朝一番を、早い時間を考えての、手配を、一番スカイマークさんが早かったのでその便を予定していたところ、なんと出発2日前に、この飛行機は飛びませんというメールが入ってきて、そうでしたね。もうそろそろですねっていうことかと思ったら、飛びませんというメールで、あのニュースでやっていた、ニュース見ましたか、あの経営破綻ということでね、運休、つまり1日2便飛んでたのが1便になり、この朝早く出る便が飛ばないという事態になり、巻き込まれ、夕方飛ぶのには乗れますよっていうことだったんだけど、それじゃいかんでしょ。で前の晩乗るにも OK ですよと言うけど、それでも行かないわけよ。その日の朝飛ばんといけない、しかも早い便で飛ばんといけないっていうことなんだけど、結局それから慌て始めて、別の飛行機を手配したという、そんなパニックが起きましたね。それによって式場に行くまでになんと沖縄チーム走りました。もう飛んで走って、すぐ電車乗って、で30分遅れた、遅れた、ちょっとだけ遅らせてもらって、でも意外にも開始時間に一応着いた、着いての、あの着替える時間もうわずかに何分かだけちょっと待ってもらって始まったという。でもあの周りからすると意外なあの速さにというか、あ、間に合ったんだみたいな感じのスタートでね。そうでしたね。まあそのことがあったのでね、あの飛行機ね、あの降りて、私たちいつも飛行あの空港に行く時間が早いんですよね。で、まあ、アナとかだったらあの荷物はね、何時間前でも預けられるから、もうすぐ荷物預けるんですけど、もう普通に2時間3時間前に預けるのが普通なんですよ。だからなんか飛行機のね、多分奥に詰められてるのかわからないんですけど、荷物出てくるのがすごい遅くて、いつも最後らへんなんですよね。最初に預けるのに最後に来るっていう。だから今回もあのね、荷物が来るのもゆっくりで、ゆっくりで、本当に。で、それでみんなで電車が出る10分前から荷物を待ってて、2分前に搭乗ゲート出れて、そう、もうね、走って乗って、荷物を持ったままみんなで駅までというか、あ、ね、電車の前までも超ダッシュして、もうね、電車でも走ったから間に合ったんですけど、もう乗った瞬間閉まってブーって発車していったんですけど、もうみんな電車の中で息ハーハーしてから、よかった間に合ったねって言ってね。いや、もう本当にあれ特急かなんかだったんだよね。なんかもうその日なんかすごいせわせわしてたじゃないですか、みんな、うん、そわそわ、まあ、それでまあ式場についてまあ無事間に合ったという、そう、まあ、ここからの話はということで、私たちの具志堅ファミリー長女が結婚したということですね。そうなんですよね。はい、はい、2月1日になりましたね。名古屋中だったね。お姉ちゃん大学卒業して、もう名古屋に就職して、で5年経ちましたかね。はい、やっとずっと名古屋にいて、私たちみんな沖縄から一族ぞろぞろとね、みんなで行って名古屋まで駆けつけて、楽しかったですね。名古屋超寒かった ね。そう、超寒かった、びっくりした。そう、本当に寒くて3度4度その辺だったと、うん、1度とかね、もう沖縄なんてもうそんな寒くないじゃんみたいな。体感温度やばかったね、マイナスとか言ってましたから、うん、いやでも本当にね、素敵な結婚式で、うん、でもう家族本当に2家族だけの、うん、まあ、ちょっとね、あの小さな結婚式だったんですけど、もうすごい綺麗な場所でね、
でそして、まあ、披露宴の後も二次会もあって、二次会ではちょっとねあのライブのような感じでお客さんも少しお姉ちゃんの友達とかもみんな呼んで、そして歌ったりみんなで騒いだり踊ったり ねすごい楽しい時間を名古屋で過ごしましたね。うん、まあ、長女がね、はい、一人一人に宛てた手紙をちゃんと用意していて、うんうん、そう本当になんかその日のためにいろんなことを、うん、まあ心の整理っていうかね思い出していたんだなっていうことが、うん、すっかり忘れてたこと、自分たちあそうだこういうことあったっていうことをメッセージに何書いてた、そんなのをね、お姉ちゃんからの手紙、おさまのメッセージ、しおんさんお姉ちゃんからの手紙見てめっちゃ笑ったんだけど、うん、そうだねラジオで言うのも恥ずかしいけど、おさなあしおんちっちゃい時に、うん、一人でパンツ履くなって寝言で言ったことがあってしかも全く記憶にないよそれをお姉ちゃん今でも覚えてて、しょうも覚えてるんだけど、もうその爆笑したっていう話を結婚式の時のメッセージカードに書かれてて意味が分からないよねこの寝言とかこんな話をして、お兄ちゃんとつだけ会ってたのとかも面白かったよとか、つくだんずんぶんぐんゲームでしょそれよくやってたよね、それ面白かったからまたやってねとかって初めに送ったりね、 そしてまたヨシアはよくお姉ちゃんのこの寒風のゴムを、うん、欲しくて自分も自分の髪にこうやってたそんなことに書いてたり、ね、エイトフォーってあるさ脇にかけるスプレー、あれお兄ちゃんがこのお姉ちゃんに、うん、これなんでこれなんでってふざけて聞いて、で男の子は使うもんじゃないからお姉ちゃんは口に入れるもんだよって冗談で言ったから、お兄ちゃん口に本当に入れたってねいや本当にその話を、うん、そのメッセージカードに書かれてて、みんなそれぞれね6人兄弟のそれぞれに手紙書いてて、懐かしい話を、ね、だからなんか今でも覚えてて、そうこんなしてねお姉ちゃんがこんなところにカード書いて手紙なんかねメッセージも書いてくれて、なんかあーすごいなーと思っても最初からもずっと感動だったんですけど、うん、お母さんの手紙にはね、はい、こうあった、最初に自分がソロで歌ったのは小学校3年だったか、うん、だったよねって、でその時に食事がたくさん出るクリスマスのパーティーだったけど、自分は全然それを一口も食べることができなかった、緊張して、うん、でその緊張してるから食べれないということを、まあ、親としてあなんてかね、なんでそのお腹痛いの気分悪いの、うん、とかってそういうことも書いてあったり、で、うん、それがそのことがすごい懐かしいことをね、うん、書いてあって、お父さん何だったか、お姉ちゃんお母さん歌間違えましたよ、歌間違ったよねとかなんとか言ってたけどあれは何ああそう、お母さんはいつもね、メインで歌ってるからいつもは自分は自分の心配ばっかりしてればよかったわけね、うん、今までの ステージはそう、うんうんうん、でもこれから長女が加わるでしょ、その子が加わると、その子が加わることによって、その子歌間違えるんじゃないかな、ちゃんと歌えるかなっていうこの自分の心配じゃない心配を初めてその時にしたわけだから、お母さんの方が緊張してるわけ、うん、自分の心配じゃなくて、ね、その感じがすごくもう余計ドキドキして、うん、で自分でお母さんが間違ったっていう、でお姉ちゃんはえってなって、お姉ちゃんはちゃんと練習したようにやってるけど、お母さん間違ったからその子びっくりしたっていう話、逆にお母さんがその堂々と歌って、間違っても堂々と歌ってるお母さんにちょっと尊敬を覚えた、逆にお姉ちゃんは間違ってないのにお姉ちゃんが間違ったみたいな感じな雰囲気になるみたいなそんなもんだよね、そうだよね、堂々といかに堂々とするか、そういかに何もなかったように歌うか、いやでもまあ ね間違えないのが一番ですけどはい、まあでもね、まとめてみるとっていうか、そんなことも時の経つ速さを感じる、うん、今日この頃で、そうですよね、だからそうですよね、なんか本当にもう日々を大事に過ごさんといけんなということをね、うん、そうだからなんかね素敵でしたよね、ね、はい、でもこういう歌間違ったとかどうのこうのというのは、まあ、あれで間違ったからいいことであってなんかいろいろハプニングというのはね、うん、ライブだからあるわけよ、うん、あるでしょ、ありますね、お姉ちゃんのことばかりじゃないよな、はい、お母さんのロジルばっかりじゃないでしょ、いっぱいあります、うんって変な声になったりするのも、あれは間違うよりもっとひどいよねあれありますね、いっぱいね、でもだから、はい、こんなして、まあ、キャリアがね、うん、こう積んできたお前たちは、そうそうそう、あまり間違いないしろね、まあそうですね、
メッセージ読みたいと思います、はい、曲いいかな。あ、でも結婚式の、お姉ちゃんの結婚式の写真素敵でしたね。大阪名古屋のライブでお見かけしていたので勝手に親近感を持ち、ウェディングドレスの姿を見て嬉しくなってました。みんなが笑顔の写真で見てる側も幸せな気分になれました。本当におめでとうございます。名古屋に行くのにそんなに大変なことがあったとはびっくりでした。またメールしちゃいました、ポニタンでしたとはい、ありがとうございま す、はい、ね、みんないろんな人に祝ってもらって幸せです ね、あのネットにもいっぱい写真載せてますね本当に、はい、ありがとうございます。はい、では1曲紹介したいと思います。これは私たちのミニアルバムの明けもどろの中から、こんな時を紹介したいと思います。では聴いてください。こんな時お父さんのギターでやろう。サプライズで行こうじゃん。
でも大人集まってた。いやいや、じゃあ大丈夫だ。いい感じ。大丈夫だけど、こっちはサプライズ歌うってこと。いきなり照明。じゃあ分かんない。一応まだそれ誰にも言ってないから。照明は、まあ、10個いっぺいだから。決まってる。ユウミ。これかわいい。ね、後ろが気に入ってるし、もう。後ろが前だ。前、後ろ。見える？これ。かわいいね。美味しそう、本当に。ボンボン。ツイキャスに見せようか。マカロンだ。すごいね、マカロン。あ、ちょっと電話していいか。あれは臨終業。今週もあと授業。え、今で、あ、今お電話ありましたので、静岡さん。いや、電話着信だった。シーフのからね。はい、あるよ。はい、ありがとうございました。こんな時でした。はい、ここで、メッセージ届いていますので続いて紹介したいと思います。はい、福岡からの C 君さんからですね、久しぶりに4人揃ってますね。先日毎週お世話になっているとある機関が発行している機関紙に原稿を書いてくれと頼まれました。すっごい嬉しいし光栄だなと思ってたんですけど、それと同時に難しいなと感じました。いつもは皆さんの前で何度も喋ることはあるんですけど、原稿だと活字でずっと残るでしょう。それを意識すると一字一句大切にしなきゃとか思うし、軽率なこと書けないなとか余計なことを考えちゃうんですよね。期限は先なんですけど、なんか今から緊張しています。皆さんは考えすぎて手が止まることとかないですか？福岡は雪混じりですが、皆さん体には気をつけてくださいねということですね。はい、ありがとうございます。いや、なんかシー君さんすごいですね。なんか本当に活躍されてて素敵です。いや、原稿はですね、ホザナもちょっと苦手というか、なんか文字に書いてって言われたらどういう風に日本語をくっつけたらいいのかなとかすっすごい考えてしまうんですね。でも案外文章っていろいろ役に立つなって思うことがあって、うん、自分の考えていることが何なのか分からないときによくジョンは紙に書いて、うん、こう思ってる、こうしたい、ああしたい、目標とかも紙に書くじゃん、うんうん、こういうふうにこうしたいとかいうのをなんか何も考えずとりあえず書いていると、うん、あ、自分こんなこと考えているんだって思うことが多いので、うん、いいのかなって思ったりする。ちょっと大変だし、まあ、難しいけど。そうですよね。いやでも、いや文字にすることは、いやすごいいいことだと思いますけどね、うん、いやでもやっぱ喋るよりも喋る、考える、いや、うん、ね、新しい発見があるかもしれない、うん、そうですよ。はいね、あの素敵なことがね、うん、書けるといいなと思います。もう福岡って九州の中でもなんか寒いイメージがあるんですけど、ホザナが修学旅行、中学校の時に修学旅行で行ったのもあの九州で、でその時に初めて雪が降ったのも福岡だったんですね。だから福岡はなんかすごい雪でなんか白いイメージがまだ残ってますね。だからすごい寒かったので、寒いだろう ね、本当に体調に、ね、お互い気をつけていきましょう。ホザナの学校のクラスもなんかインフルがなんか最近増えてて、もともと少ないクラスがなんか最近10人ぐらい休んでインフルすごい入ってますね。またね、少なくなってもう本当にね、気をつけていきたいです。はい、ではこちらも読みたいですけど、はい、お願いします。こんばんは。4人揃ってのラジオですね。しおんちゃん、今日は雰囲気が違いますね。いつもより大人っぽいかも。ホザナちゃんの制服姿は何回見れるのかな。今日も楽しいお話期待してます。コニタンでした。はい、ありがとうございます。はい、ね、ありがとうございます。シオンさんは今日おめかししています。先週はホザナと2人でのラジオで、はい、今日はちょっとシオンも衣装を可愛くして髪の毛もアップにして、うん、ちょっとパーティーっぽい格好ですけど、はい、これから撮影があるんですね。ご期待ください、はい、お楽しみに、ね、ご期待ください。はい、ありがとうございます。そうですね、ホサナの制服もあと何回見れるかな。あのですね、今思ったら多分ラジオで制服来れるのは
今日が最後です ね来週の火曜日までが学校なんですよ。であとはあの、まあ、月曜日に火曜日に出校日があって、でまた土曜日に卒業式の前日に学校があって、あとは日曜日に卒業式があるので、もう木曜日に制服着ることは多分今日が皆さん最後でございます。はい、あのあれ画面からでもいいですので写真、ね、いっぱい今で撮っておいてくださいね。あ、じゃあ撮っとこう。本当に、うん、だからこの姿でこのヘッドホンをかぶってここに座るのは今日が最後ですね。まあ来週からまた私服でね頑張っていきたいと思います。来週撮れるかな。本当によかった写真撮ってるし、はい、そうですね。だって、はい、撮ろうと思った時に撮らないと忘れるし、そうよ。ね、そうだからね、高校3年生ももう終わるので、うん、今日は学校の話したいんですけど、うん、今日学校でね、あの3年生の送別会みたいな予選会があったんですね、うん、で今日1時間も授業がなくて、朝学校来て2時間卒業式練習して、うん、その後全校生徒でリレーしたわけ。なんかリレーって面白いんじゃん。そう、走ったわけさ、みんなで。もうね、ほんさなんかクラス、あの3年生ほんさのクラス27人しかいないんですけど、他のクラスがねまた10名ぐらい多くて、勝負するクラスの人数に合わせて走らないといけないから、一人2回走ったりする人がね何人もいて、もうほんさなもしかも今日ね体調崩して休んでる人いるから、またさらに走らないといけなくて、ね、そうで今日ほんさん走ったわけさ、うん、2回やばかったね。1回目は全然あ楽しいと思ったけど、2回目走ったらもうやばい、筋肉痛しそうな感じで走ってて、もう全然もう終わった瞬間息ハーハーして喋れないぐらいで、でしたらみんななんかやっぱり高校生になったら体力もなくなっていくんだねって、なんかおばさんみたいな会話してましたよ。そうね、でも本当に今日は楽しかったですよ。でやっぱり高校生として最後のお昼だったんですね、うん、今日が。だからまあ、クラスの仲いい友達で一品持ち寄りしてご飯食べようってなって、なんか可愛いんじゃん。だからこの子朝早く起きて、そうだからなんか6人いたんですけど、まあ、おかず担当とかご飯担当とか、まあ、デザート担当とか決めて、でほさなねおにぎり担当だったから、朝からちっちゃいおにぎり作って、ね、そうしかもなんかねおにぎりとかなんかピクニックみたいさね、うん、だからみんな今日リレー頑張るからって言ってね、あのおにぎりとか作ったりして、もう最後ね本当に楽しかったですね、あっという間の3年間ですね。はい、だからもうねすごい良かったですね、楽しかったです。だからまあ、そのお昼の後もなんか予選会って言って、体育館でなんかもう高野菜みたいな感じのがあって、うん、大盛り上がりで、で先生たちがなんかビデオを作ってくれてて、でなんかこのクラスの担任になれてよかった、本当にありがとう、でなんか卒業おめでとうみたいなのをなんか踊りながら、あれあるさ、あの AKB の、うん、あのプラカードみたいな、うんうんうん、あの歌でなんかプラカードにメッセージ書いてて、それでなんか先生たちが踊ってるわけ、なんかいつこんなムービー撮ったわけってみんな考えてさね、それでも本当に感動して、ね、そうみんなも大号泣でしたね、うん、いや本当にねいい高校生活だったなと思いますね。あとね、生徒もそうだけど、うん、先生たちにとっても、うん、あ、もう卒業していくのかと思ったら、うん、そう、ほさなのクラスの担任絶対なく男だけど絶対なくあれ先生も先生もいろいろプレッシャーあると思うよ。うん、なんかねいろいろ頑張ってきてくれたし、クラスに来るんだろうとかいやね、でも本当に楽しかったですね。この今の担任とはもう高1の時からずっと学科ね、学科とかで関わってきたので、本当にいっぱい思い出はありますけどね、終わりに近づいてるので最後までまた楽しんでいきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。学生、はい、学生ネタでした ね、うん、もうこんな話も最後ですから ね、こんな話もあんまりできないね。はい、ね、ありがとうございます。はい、ではまたメッセージが届いていますので紹介したいと思います。具志堅ファミリーの時間、皆さんこんばんは、まさかつです。今日も一日お疲れ様です。先週はメッセージを読んでもらいありがとうございました。さて2月3日は沖縄国際映画祭50日前カウントダウンイベントが行われ、具志堅ファミリーも那覇市でのイベントに参加した様子をニュースで見ました。僕は沖縄市コザミュージックタウン音楽広場でのイベントに参加しました。沖縄国際映画祭の開催まであと48日、開催を楽しみに待っています。
具志堅ファミリーが楽しみにしているイベントはありますかとのことですね。はい、ありがとうございます。そうですね、私たちあの那覇のテンプス館前で歌ってきましたね、50日前イベント。もうあっという間に今年も映画祭の季節がやってきましたね。もう本当にあの映画祭ね、ずっと宜野湾市のコンベンションのところでやってたんですけど、だんだんねあの開催される場所も広がって、なんか離島にも広がってるみたいですよ今。広がってるね。だからすごい大きなイベントとして私たちも楽しみですね。このイベントもね、楽しみのイベントの一つなんですけどね、うん、まあ、始まりは映画祭ということで、始まりは映画祭ですよ。 あれから何年経ったかなと思います。はい、ね、このカウントダウン50日前、ちょうどあのテンプス館前といえば、うん、向かいにあるのはあの元沖縄三越、うん、それを見ながらのねイベントだったからね、うん、ちょっとねうるうるするような雰囲気もあったわけ。あ、そうですね、私にしてみる。そう、あのリニューアルこれから準備してますよっていう感じの、うんうん、このカバーがされてたり、あ三越だとか思ったら、あの見に来られてるおじいちゃんおばあちゃん、そしてまた老若男女の方がいらっしゃるけど、はい、そういうの見てるとね、本当に 何かあの進んでいる時間のこの刻みを感じたっていうか、うん、三越時代を本当にいろんなこの沖縄の歴史を見てきたわけ、この国際通りは、うん、そしてあの励ましのやっぱりこの、この国際通りだったことをこう考えると、まあ、これからこの三越が閉じて新たにオープンするこれからのこの展開、そしてまたあの吉本がいろんな形で関わりやろうとしていることっていうのが、なんかこう踏み出した一歩踏み出した新たなこの道を切り開いていく若者たちにつながるこのリレーみたいなね、さっきの補佐のリレーじゃないけどなんかこのバトンタッチをされたような感じがすごくして、あのそれがすごくなんかねありがたいな、嬉しいなっていう風な期待を持つ、うんね、そんな場所だったなと、うん、うん、思った。そうですね、いやだからまた新しくねリニューアルオープンしてね、どんな建物になってね、どういう風になるのかがすごい今から楽しみですけど、あ教えるな、どんななのか教える、教えてあそこはね3月から、はい、あの沖縄新喜劇が始まります、うん、そしてまたもう一つはあのお化け屋敷が始まります、うん、おもろお化け屋敷だったかな、あ、うん、楽しそう、ね、面白そう、ね、新しいお化け屋敷、それを見るための、うん、あ見ることができますよっていうのがなんかこうコンビニとかで、うんうん、はい、そうね、今お笑い芸人さんがいろいろ東京から大阪からいろんなとこからいらっしゃって、うん、その場所でいっぱいネタが見れるそうなので、うん、はい、それ楽しみよね、すごい楽しみです ね、 もうね今大人気の ね、 ね、生ネタ大人気、ウーマンラッシュアワーとかいろんな方が本当に来られてね、行きたいなって、すごい、ね、こういうスケジュールのように今ね、あのそのなんかパンフレットみたいなのをもらって、うん、であの3月の中間からあの多分オープンすると思うんですけど、もう日程が本当にちゃんと全部決まってて、今からすごい楽しみですね。だからもうね、ホサナたちね、シオンとかね、お笑いがすごい好きだから、いつもね、たまにね携帯とかでお笑い見てるんですけど、いつ、ね、行けそうっていう感じでね、そうだからその話、まあね、時間とか見てね、だから行けるとき本当に行きたいなと思ってます。国際通りの三越、あとあの、うん、新しくリニューアルして、もうこれまで以上にもっともっと沖縄が盛り上がっていくような素敵な施設になるんだと期待します、うんうん、ね、そうだから ね、 そうですね、やっぱりあの感動をこう、うん、あの作っていくっていうか、うんうん、そしてまた自分たちもその中に、まあ、参加してるっていうね、見る人たちもその、あの演奏じゃなくて出てる人たちも、うん、なんかこう一緒になってなんか作っていってるんだという感じがすごくしたのでね、うん、嬉しいなと思いますね、うん、はい、ではで、ね、ここでね私たちのライブ情報、はい、言いたいなと思います、はい、そうですね、私たち毎週金曜日土曜日、伊計島の AJ リゾートアイランド伊計島というホテルで毎週金曜日土曜日ライブを行っています。今週の土曜日は、お休みなんですが、毎週行っていますのでぜひ遊びに来てください。7時半から8時半から2ステージライブしています。それから
3月あじゃなくてこ2月の8日8日って言いましょう、8日イオン名護で2時からと4時からライブします。それから3月の16日17日3月16日は東京の南小岩こだまというお店で、17日は赤坂サカスでライブ、沖縄フェスタ行われますね、はい。それから先ほど話していました沖縄国際映画祭は最終日3月29日に出演が決まっていますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ここで1曲紹介したいと思います。これはお母さんが歌っていますヤンバル、聴いてください。YouTube で有名になってスポンサーがついてきてそれだけで食べている人がいるみたいですね。中でも有名な人がトカキンってからヒューマンビートボクサーが年収1億4000万とか稼いでるみたい。だからお父さんもギターとか三振弾いて、ホサナーとミサバチャーがダンスする動画配信したらいいね。超楽しそう。超いいね。踊りますよ。いや1億4000年収稼いで。あ、じゃああの英語の絶対そうだよ。スポンサーがついて CM とかもよくね YouTube 流れるようになってるからね。これもどうあるの？ある、うん、YouTuber。 お父さんの三振じゃなくてギターで、いっぱいカバーギター、片手に三振、片手にギター。え、どこですか？誰が弾くの？私もう一つは民曲振り回す。そんなに人間手がいいか。手がいいか。こっちとこっちにかけてから、右で飲食しながら弾いたり。YouTuber になる。YouTuber。ダンス。人望け？あ、誰も結構。人。あ、でも今口しぼんぼんになる。口し。あれだ、ヒューマン。口をボンボンする。どれ中。多分。ビートボックスの説明したかったんじゃないかな。あ、ビートボックス。じゃあ、お前たちも、たった卵じゃなくて。あれ？いつかって今日じゃん。この人もしかして最近
写真ツイッター載せてる。はい、ありがとうございました。ヤンバルーでした。はい、ここでメッセージが届いていますので紹介したいと思います。ハイサイ具志堅ファミリーの皆さん、ゆうさばちゃーやいびーしが最近あんた強いのみたいな名前の人儲けが流行っているみたいね。その名も YouTuber、 動画配信アプリ YouTube で有名になってスポンサーがついてきて、それだけで食べている人がいるみたいですね。中でも有名な人がトカキンってからヒューマンビートボクサー、なんこれの口でボンボンする人口であのあれね、ビートボックスとかやる人のことかな、が年収1億4000万とか稼いでるみたいですね。だからお父さんもギターとか三振弾いて、ホサナーとユーサバチャーがダンスする動画配信したらどんなねって、しかもかっこ笑いね、超いいアイデアだと思う。どんな踊りましょう、ユーサバチャーさん。何踊りますか？ギターと三振弾いて、ホサナとユーサバチャーさんがダンスってどういうコンプレッションになるんだろう、ね、あれですか、やっぱりあれですか、あのギターとかいいですかね。何踊ります？絶対、なんか今出てきたのさ、ユーサバチャーさんって言ったらタンチャメかなって思ったってば、なんでかな、あのカゴとか持ってそう。持ってそう。あの茶色のしましまの沖縄のあのあれ着てから、着物じゃなくて系であれ着てからユーチューバーね、えいいんじゃない、なんかないかな、ちょっと考えよう。 YouTube って本当にすごいですよ。すごいね。でもみんながやっぱり何か、あ、調べようと思ったらそこに行くもしね。でもやっぱり YouTube は常に見るよね。何かちょっと調べたいなって思う時、うんうん、そうヘアスタイル変えたいなでも見るし、あ、そう、英語聞きたいなでも見るし、うん、なんか音楽とかもあるし、日常生活で必要なことも YouTube に載ってるから、うん、それで稼げるってすごい。だからなんかね、ね、YouTube 見て運動したりね、最近やってるから。あ、ね、ダンスレッスンとかもある。そうそうそう、だから YouTube 見たらなんか何でも上手くなる気がするなと思って。何でもできそうだよね。何でも載ってるよね、本当にね。しかも教えるのもとっても上手。上手。でもショーハマってるのはあの、うん、YouTube のチカさん、 YouTuber のチカさん、はいはい、あの英語レッスンがとってもすごいんだけど、うん、日常生活で使える英語を分かりやすく YouTube で載せてくれて、うん、しかも一つの動画が6分ぐらいだから寝る前とかに見れるから、うん、本当に便利だなと思って、ね、1日1個聞いて勉強しようって思ったりとか、うん、こういうおすすめの ね、 ねとこいっぱいあるよね。そう、だからなんか今時だね、今時だね、ちょっと何か、あ、なんだろう、何の意味だろうと思ったらすぐ調べられるわけでしょ。そう、うん、いやまあネットもそうですけど、ね、YouTube はしかも動画もついてるみたいな、分かりやすいよね、いいですよね。それが仕事と結びつくっていったらね、うん、そう、ちょっとうちでも頑張ってみましょうか、うん、でもいますよね、うん、YouTube の動画をきっかけに歌手デビューとか、あ、多いね、ダンサーになるとか本当に多いですからね。いや、うん、でもそうね、なんかいろいろ投稿していきましょう。じゃあ我々も曲を、うん、ね、YouTube に載せて、なんか YouTube ちょっとね活用していきたいなと思いますね。緩い感じになりそうだけどね。いけそう、いけそう。では続いてメッセージ読みたいと思います。ラジオネームカレーコロッケさん、千葉県からです。ありがとうございます。はじめまして、こんばんは。ツイッターではフォローさせていただいているのですが初メールです。今晩初めて番組を最初から聞けました。ユーストリーム組なので残念ながら楽曲は聞けませんが、ご家族の皆さんのお話を楽しく聞いております。ホサナさんの最後の学生服放送写真をツイッターに載せてくださいね。それでは追伸、口数の少ないお父さん頑張ってと。頑張って、今どこから声出たのかな。いいお父さん、あと残り少ないけど喋るなんか。今日全然喋ってない、まあ、いつも喋ってないけど。お父さん今日のど飴食べてる。お父さん最近怖い映画見るよね。だからよ、本当に怖い。そう、しかもさ、昨日この前いきなりさ、うん、あのシオン部屋にいるときにシオンシオンってすごい大きい声で呼ばれて、何事かなと思って駆けつけていて、どうしたのって言ったら、お父さんが今映画で怖いの見るんだけど一人では見ないでくださいっていうこのキャッチフレーズを見てシオンを呼んだっていう、一人でそれでかよみたいな、もうすっこけてシオン部屋に戻ったけどさ , 笑ったね、あれ笑ったね。お父さんが見る映画しかも超怖いわけ。なんであんな夜から見るの、超本当に怖い。だから今日の朝もさ、おととい怖い映像見たさ、うん、で今日の朝、おさな早く起きたんだけどね、おにぎり作れてて早く起きたわけ、うん、超怖かった。まだ流れてたの？うん、流れてないけど、うん、
見てるさ怖い映像をお父さんに呼ばれて見てるからもう誰も起きてないの、ね、6時とかね誰も起きてないさお母さんたち一人で起きてでなんかやってるさキッチンで、しかも隣にねあのお風呂場のドアがあるからなんかさなんか椅子の音が聞こえるわけ、びっくりしてから誰かお風呂入ってんのかなって思うぐらいの音が聞こえてちょっとびっくりしたけど、まあ多分何でもないと思うけどその後にシオンが起きてきたからちょっと安心してなんか普通に準備したっていう、ちょっと朝怖かったですね、お化けっぽく出るのかな、その映画の影響ですかねでもちょっと信じるよね、はい、ねえめっちゃ怖かった今日、うん、しかも3日連続で伝え言ってなかった、はい、ね、まあ、そういうあの時期があるわけ、そうそう 今は成長段階に合わせてちょっとあの好奇心をね、違う違う、そうじゃなくてお父さんの借りる映画のこのあーブームがあるわ ブームがあるわ、この前はちょっと年代もの前はあのちょうど高倉健のあのお亡くなりになったその時期には、ね、あこれ見たいと思って時代劇ものが結構続き、最近ではこの怖いものが、まあ、見たいなと思う時期だったわけねえ、まあ、終わったらどうなるんだろうね、まあ、また元に戻るんだ、はい、また次のシリーズを楽しみに怖いシーズンが早く過ぎてほしいと思います。最近のねあの新しい映画は、うん、次ね、はいね、はい、まあね、いっぱい話したいところですが、なんとね、もうお別れの時間となってしまいましたね。早いですね。今日なんかいろんな話したけど、大丈夫だったかな？いつもこんな感じなんですけど。本当にね。はい、ありがとうございます。ですね、来週は来れるかな？もしかしたら、もしかしたら来週お休みするかもしれませんので、皆さん。ね、そうですね、すみません、先週ね、今日はお休みって言ったんですけど、ちょっと予定が変更になったので今日はできましたね、はい、うん、でもしかしたら来週に回るかもしれないので、ちょっとはい、なかったらごめんなさい、はい、よろしくお願いします、でもラジオ来ます、ま、でも 19は申し訳ないですがお休みになっております、はい、ありがとうございます。皆さん今日もね1時間ありがとうございます、この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653、今日のお相手は具志堅ファミリーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。またね、また来週もしかしたら会いましょう、バイバイ。残り時間ね、はい、終わりました。こちらタッチパネルでもいい、あ、でもこれでもです、木材のことならワウケ材木店。